はい、続けて今度は DVD ブルーレイプロジェクターです。この中に入ってまして、うさとの服にね、まあ旅に行って服がなくなった時にはこれも着れるかなっちゅうことで、この中にプレイヤー入ってございます。はい、プレイヤーですね。プレイヤーです。当然これもですね、ケーブルで、この中に、この黒い服の中にいろいろケーブル類が入ってございますね。もろもろね、この辺がいるかな。あとはいらんね。プレイヤーのケーブル、これね、これをつなぎましょう。よいしょ、こういうのかな。これで、これね、裏に、ここですね、裏に挿して、ほい、で AC のここにつなぐと、OK、入った、入りました。それで HDMI のケーブルね、HDMI ケーブル、これをこの中に HDMI 入ってますね。 HDMI 挿しましょう。それでプロジェクターのここの裏側にもね、見れるかな、入れてますかね、こんな感じ。まずこれどっちでもいいんで、まあ1の方がいいかな。1、2、これね、挿し方はここで、こうね、この何、ここに挿して挿しましょう。はい、それで、はい、じゃじゃじゃんじゃんじゃんと、で、このプロジェクターの蓋が閉まってるので、これ開けましょうね。開けるとガガガガガッと見えます。あ、なんかお酒も出てる。そうですね。はい、こんな感じ。まあまあ、まあこのね、もっと鼻、これがワイド。これね、これワイド。ね、小さく。まあ一応ワイドしちゃったりとかする、ワイド。で、これフォーカス。これフォーカスね。一応フォーカス。まあまあ、ね、フォーカス。ワイド、ワイド。ワイドね。ワイドだよ。で、これフォーカス。フォーカスね。これフォーで、ボケる。フォーカス。合わせて、ぼかしてね。合わせて。ね。それで、これ離せば、これだとね、ちょっと近すぎるので、もうちょっと本当はね、こう離したら大きくなりますからね。こう今、1メートル80ぐらいかな、距離がね。だから、ふすまに2枚分ぐらい行くんやったら、もっとここだとするならば、この近辺まで下げなきゃダメだね。それで、ここに高さ調整。高さ調整すると高さが高くなりますね。これ高くなる、ね。それでこれ斜めになっちゃってる、その場合にはここの下の、あ、こちら下のここにね、この後ろの方にこれがあるので、こうするとこの斜めが比較的修正されますね。まあそういうことですね。